俺たちもそのうちさ、ボケてさ、75ぐらいでボケてさ、正面まき散らしてさ、家族に面倒見てもらえずにさ、施設ぶち込まれんじゃん。その時にさ、可愛げのあるじじいとかってさ、やっぱ可愛がられるんだよ。で、可愛げのね、じじいとかばばとかマジでいじめられるからね。俺一回さ、看護師さんがさ、陰線してる時にガチャって入っちゃった時に、ムカついたんだろうな、じじいの、ポコジンをさ、デコビでパチーンってやっててさ、虐待の現場を目撃したわ。そういうのマジであるからね、頭きて頭引っ張るとか。人間って完璧じゃないじゃん、絶対。人間って完璧じゃないじゃん。どんなさ、人間でもさ、その、ポタッポタってストレスが溜まってってさ、ビーカーの中にストレスが溜まってってさ、それがもう、満杯になってピュって溢れ出す瞬間、あるじゃん。頭引っ張られてるやつとか見たかんな。リハビリの人だった、それは。OT か PT かなんかがリハビリ中に、なんか もうほんとかわいそうだろ。お前らだからちゃんとお金貯めて自分の両親は施設入れるのよ。それか高いとこ入れてやれ。そのね、低賃金で働いてるところってなんでこんな低賃金でこんなジジイババアの面倒見なきゃいけないんだよ、この野郎みたいな感じでさ、反抗精神がやべえから、さ、監視カメラあったとしてもその死角でやったりしてるからな。気をつけろ。4、5千万かかるからな。元警察官と元教師は施設で嫌われる。いや、そんなことないな、多分。公務員とかは比較的リスペクトされてると思う。ええー、すごいねって。一番、虐げられてるのはやっぱ、政府で、路上生活してて、なんかいきなり、その、国からのなんか支援が入って、施設来たとかいうやつはやっぱりどこが、虐げられてるな。性格の良し悪しはマジで大事。本当に。そんな収入、そんなやつ入ってこれるのがいるよ、いっぱい。なすり付き合いみたいなことが起きてるよ。俺がなんか、ボランティアで行ってたあそこの施設、なんだっけ、名前知ってたけど、なんかね、ランクがあって。で、こういう、なんかすごいんだよ。月17万円で施設、有料老人ホーム、なんだっけ、あそこ、老健だっけな、特養だっけな、わかんない。特別養護老人ホームっていう、なんかそのシステムわかんないんだけど、あるんだよ。特養って言われてるところ、聞いたことあるだろう。で、その、路上生活者とかで行き場のない奴らをそのままさ、はい、死んでくださいっていうわけにいかねえじゃん。だから、政府の範囲内で、なんていうの、そういうとこ入れて、ランク、そう、要支援1、要支援2とか、要介護3とかあるんだよ。よくわかんねえけど。最近ちょっとバタバタ変わってるから忘れちゃったけど。で、なんか要支援2ぐらいの人がさ、その路上生活者っていうか、半分路上生活者で、もうどうしても一人で暮らせないから施設入れなきゃいけない。ただ普通のし、その私立の施設は入れないから、つって、その特養とか入ってくんだけど、マジでなすりつき合いだから、うちいっぱいなんで無理です、うちいっぱいなんで無理です、つって、最後に入ってくるところに俺ボランティア行ってたんだけど、マジで地獄だったよ。本当にかわいそうだった。ただそこは給料めちゃめちゃ高かった、多分。介護福祉士さんたちの。月収で23、4万ぐらいもらってたわ。特養なかなか入れないって言うよね、マジでね。いや、介護福祉で23、4とか、結構もらってる方だよ。具体的にどんなことしたか教えてくれる。なんかね、そこの、その所長さんが、元銀行員で、俺、その人と仲良くて、で、そいつが、脱サラして、特別養護老人ホームの、所長をやり始めるって、なんか趣味っていうか、やりたかったんだって、夢があるっつって、やり始めた時に、あ、じゃあ、ちょっと俺見に行きますわ、っつって、ごますり行ってたイメージあるわ。なんか俺がもしなんか始めるときに、この人からちょっとお金借りようと思ってたから。逃げるようにやめた。やめたっていうか。ただそこはまあ、夜勤は辛そうだったけど、ブラックではなかったな。そのトップのやっぱ色っていうのが色濃く反映されるよね。PT 手取り22万なの？額面27、8ってこと？結構もらってんな。年いくつ？
社会貢献とか考えるやつすげえと思う。もうあれ趣味の領域だよね。趣味の領域だよ。社会のためにとかじゃなくて、そういうのがもう好きなんだよ。だからしょうがねえんだよ、もう。理解できない。我々には。俺金もらわなきゃ絶対やりたくねえから。介護って求められるものとお金反比例するんだよ。それほどやっぱ厳しい世界だよ、あそこは。介護職これから資格増えるらしいから、どんな資格が増えんの ?30 歳ナース手取り30。やっぱナース結構もらってんな。ってことは、年収500万ぐらいか。余裕で生活できるよね。だ旦那がいればさ、だって看護師さんのカップルって多いんだけど、銀行5000万ぐらい貸すからね。新築建てたーつって5、6000万の家建てるもんね。俺の母さん介護だけど、手取りで20はないって言ってた。まあ、ないよないよ。多分そこ多分、ほんと日本でも東京都内でも有数の高級取りのところだったわ。そんななんか、やっぱさ、その、チェーン展開っていうの、なんていうの?チェーン展開してるところあんまり好きねえよな。値段高くねえよな。介護もナースもやってられんわな。やっぱ社会福祉を、そっちも強えだろ。病院の医療従事者なんてもうさ、溢れてるんだ。溢れてんの。他のなんか層を狙ってた方がいいな。離職率高いよ。うちの病、一番最初に働いた病院は、離職率1年で6割ぐらいみんな辞めてったよ。梅屋増やせや。中国がさ、繁栄してきたような感じで。梅屋増やせやで。なんとか維持してきたけど。6割、7割辞めていくんじゃない?で、一番必要なのは頭がいかれてること。真っ当な人間だったら病院なんかで勤めらんないから。何やってるんだ俺はってなるから。医者は辞めなかったね。一人だけ辞めてったけど。あとやっぱ死ぬね、医者は。本当に。激務なんだろうな。死ぬ。医者って結構死ぬから。本当に。突然。リスクな仕事だよね。俺、すごい仲良かったさ。俺が23の時に34の心臓血管外科の先生にすげえ可愛がってもらったんだけど、オペ中にさ、心臓の血管ってさ、テンションがすごいかかってるわけよ。水がパンパンに入ったホースと一緒で、ピッて、針で、あ、パンパンに膨らんでる水風船と一緒で、パチンってやるとパーンって破裂するのね、心臓の動脈って。で、心臓血管外科の先生だから、胸開いて、心臓バコンって取り出して、そこ、心臓の血管細いところをね、オペするんだけど、そこにピッてメス入れた瞬間に、ピューって血がピューって飛んできて顔に。メンダが入って、その人が B 型肝炎で、なんか1ヶ月経たないうちに、その激症化しちゃって、感染して激症化しちゃって、激症肝炎で、すぐ死んじゃったわ。それが初めての、その、スタッフ側の死を目撃したのは、あと自殺もやっぱ多いし、自殺3人ぐらいしてるし、あと心不全で死んだ人もいるし、若くして。あと不審死とかもいるからね。うちの病院が特別だったのかもしんないけど。そう、それでゴーグルみたいなのつけ始めたんだよ。だからさ、ヘパリンっていうさ、血液サラサラにする薬がさ、今ね、昔は吸って、どっかの容器から吸って、患者の体の中に入れてたんだけど、もうそのさ、ヘパリーゼっていう、もう、内蔵してるキットとかができてるでしょ。だからもう医療っていうのは、他人の犠牲がないと、医療ミスとかないと、進展していかないんだよ。もう必要なものなんだよ。しょうがないんだよな。死体見たことある。当たり前じゃん。俺だから学生の時とかよく、死体解剖とか見学にしに行ってたよ。鼻にティッシュ詰めて。その頃ちょうどさ、何が流行ってたんだっけな、あれだ、メインブラックが流行ってて、メインブラック2のさ、死体置き場のシーンがすごい好きで、死体どうしたら見たくて。本当にあんな感じだからね。先生たちが、あれ、検査技師だっけな、やってんの。先生一人立ち会い、検査技師さんが一人。だからさ、みんながさ、健康診断とかでさ、採血してもらう、検診だっけな、あれ。ベルトコンベアみたいに採血してもらう、白い白衣着た男の人たちがいっぱい並んでるような人たちが、体さばいて、なんか血を取り出したりして、先生が見て、あ、これこうだね、みたいな。くっせえけど、俺すげえ好きだったわ。てか、見てえな、もう一回。
死体解剖。でももう人じゃないからさ、植物と一緒だから、司法修士の友達が言っちゃったよ。飛んじまった。鼻になんか、ティッシュ詰めて。不思議な瞬間なんだよ。なんかよく言うけどさ、生きてる人間が死んだ瞬間って見たことないでしょ。なかなか見る機会ないじゃん。こんなこと言ったら絶対怒られるけど、すごい神秘的なのね。一秒前、なんか、本当に緩やかに死んでくる、これって。スーってこのさ、で、どこで、どこが、その、ラインかっていうのわかんねえんだよ。スーつって、はい、死にましたっていうところがないのね。それね、すごいね、神秘的なんだよ。生まれてくる瞬間と死ぬ瞬間っていうのはね、もうね、その日の夜とかなんか知らないけど、ギンギンになっちゃって、頭が。オナニーとか6回ぐらいしちゃうの。で、人の死、だからさ、女とかがさ、ボクシング見に行ってさ、血吹き出してるやつが見ると興奮するのと一緒で、やっぱね、死っていうのはね、いや、すごい感情をね、いや、みんなもそうだよ。一回見ちゃったら、なんかもう、すごいもう見ちまったみたいな。すごいんだよ。頭の中さ、電気信号が、走り回るみたいな。事件の死体とか見たことないわ。安心して見れねえじゃん。ドラマみたいにピーってまっすぐならないって言ったらそうなんだよ。大抵のさ、人たちはさ、なんか家族が来るまでは、頑張ってくださいって言って心臓マッサージ してんのよ、みんなが。先生とか看護師とか心臓マッサージしてんの。で、心臓マッサージってさ、肋骨バキバキに折れて、俺さ、絵で説明させてくれ。これ想像、俺もびっくりしたんだけど、絵で説明させてくれ。な、こうやって、どっちにしようかな。まあ、正面から、上から見たはずな。これでなんかさ、大抵の人って死ぬ間際って人工呼吸器繋がってんだよ。だから自分で呼吸できないから、人工呼吸器繋がってんのね。で、こうやってなってんじゃん。で、痩せ襲ってんだろ。こんな感じじゃん。で、これ、健常突起ってのがあるんだよ。んでな、この辺を、心臓マッサージするんだけど、みんな握り拳作って横から見てくれ。その握り拳1個分ぐらい、押せって言われるんだよ。握り拳1個分、骨の上から押すのってめっちゃ力いるの。1分間に100回押せって言われるの。そういうのをさ、まあ、大抵5分だな。5分続けてると、まず、胸郭がボロボロに骨折するのね。バキ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 って、ここ骨折すんの。で、そこで、まず、免疫のないやつは退出するの。無理だ、見てらんねえ、先生ごめんなさいって。だって、マジでもうボッキボキ折れるから。そうすると何が起きるかっていうと、これ食道とか気道で出血するじゃん。その血が、そのポンプみたいに逆流してきて、こっからブシッ、ブシッ、ブシッ、ブシって押すたんびに、骨はバキバキ、バキ、バキ、バキバキバキ、バキ、バキ、バキバキバキとか言って、こっちからブシュ、ブシュ、ブシュって血を吐くの。それをね、1時間見続けなきゃいけないのね。家族が来るまでって、もう死んでるのに。えぐいだろ。えぐくない？いや、マジ、俺、見られない。それはもう見れない。いくらも体勢があるなしの問題じゃなくて、あれはもう、本当に割り切ってやらないと、多分無理だわ。え？キャップがずれてた？今めっちゃうまかったのに！全然見れなかった！ちょっともう一回もう一回やらして。夢中になってた、今。どういうことよ！ああ、なるほど。ああ、ついでに、冷たいものも取ってくれ。今、カイトの部屋にいたら俺殺されてたな。よかった。
なるほど、ここか。人間こうやってあるんだろ、ね、こうなってんだ。ね、こうやってなってんだ。死ぬ間際っていうのはこうやって人工呼吸つながってんだ。ね、こうやってなってんだろ、こうやってなってんだ。ね、ここにこうやっておっぱいがある。胸郭がある。胸の骨。で、ここに拳銃突起っていうのがあるんだよ。大抵痩せ細ってんだよ、こうやって。で、ここをな、押すわけよ。みんな、握り拳を作ってみてくれ。それ横から見てくれ。これ心臓マッサージって言うのな、握り拳1個分深く沈めろって言われるんだよ。どういうことかわかるか。人間のこの屈強な骨、骨がの上から拳1個分、しかも1分間に100回。押すわけよ。バキバキバキ。さあどうなると思う。この辺の骨が崩れ落ちる。バキバキバキっつって。そうすると、押すたんびに骨が、しかもね、さらに言うとバキじゃない。そのバキっていうのは折れた瞬間じゃん。まだそれだっていいんだよ。バキバキだったら、あ、折れてるじゃなくて、そのうちベコベコになるの。もう完全になんていうの。あ、なんだ、プラスチックみたいに。もう、折れる骨なくなって、ベコ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 って、ずーっと言い続けるの。そうするとどうなると思う。これ食道と気道があるだろう。そこの周辺から出血して、それが逆流してくる。そうするとここの人工呼吸器のところはブシュブシュベコベコブシュブシュベコベコブシュブシュ、それを1時間続けるわけだ。大変な仕事よ。危ねえ、そういうリズム天国作ってくれって言おうとしたけど、俺が本当に警察にパクられちまうから今のはなかったことにしてくれ。危ねえから、そういうこと言うと。立場上、俺も。じいさんを。やめよ。やめよ。